ジョン・トロペイはアメリカ合衆国のギタリスト。トロペイは12歳でギターの研究を始めた。彼の音楽教育はボストンのバークリー音楽大学で続けられ、そこでジャズギター、ハーモニー、作曲、ビッグバンドのアレンジを学んだ。ボストンに着いてから後、トロペイはザ・スリー・デグリーズを含む地元のバンドとジャズや R&B を演奏し始めた。彼は ウェス・モンゴメリー、ジョニー・スミス、ルイス・ボンファ、パット・マルティーのジョージ・ベンソンの影響を受けた。彼の指導者の中には、ハモンド・ドビーさんオルガン奏者のジャック・マクダフとジミー・スミスがいた。バークリー卒業後、トロペイはエウミール・デオダートとレコーディングし、ツアーを行った。1967年にニューヨークに移り、彼は最も人気のあるセッションプレイヤーの一人となった。 1974年、彼はバンモリソンのアルバムビードンフリースに収録され、シングルとして発表されたバルブスとカルデ作で演奏した。トロペイは TK レコードのために絶賛された3枚のソロアルバムを作成しプロデュースした。最初のソロアルバムトロペイは1975年にリリースされ、続いてショートトリップトゥスペース。 タッチユアゲインがリリースされた。これらの初期のレコーディングやその他のプロジェクトでトロペイは、ウォーレン・バーンハート、マイケル・ブレッカー、ランディ・ブレッカー、スティーブ・ガッド、ドン・グロルニック、アンソニー・ジャクソン、デイビッド・サンボーン、デビッド・スピノザ、リチャード・ティーなどの主要なニューヨークのミュージシャンたちと緊密な音楽提携を結んだ。ダン・シェファー1977年 インターナショナル RCA45 シングル1977年にリリースされた RCA レコード参加のトータスインターナショナルレコードにてダンシェファーの録音によるベビーナウザット・アイブ・ファウンド・ユーでギターを弾いた。2012年3月になってこのバージョンはコンピレーションアルバムパーハップス・ザ・ベリー・ベスト・オブ・ダンシェファーに収録された。彼はビリー・コブ・ハム エウミール・デオダート、ローラ・ニーロ、ハリー・ジェイピン、ポール・サイモン、エリック・クラプトン、ドクター・ジョンと共演している。トロペイは映画や放送広告用の音楽を書き、編曲した。彼は頻繁に共同プロデューサーであり、友人であるウィル・リーと一緒に活動し、アルバム、Change the World と Let's Get It On をリリースし、ニューヨークのミケルズで、 トロペイバンドによるライブパフォーマンスを行った。また、1977年から1980年にかけて WBC の番組アイウィットネスニュースのエンディングで使用された曲タンブリンを作曲している。ありがとうございます。